こんにちは、テレビ羽村です。今年は戦後50年の年にあたります。この50年の間に日本の経済は大きく発展し、またそれに伴って生活様式も変化してきました。そしてその影響でゴミの量も増え続けてきました。昭和60年代に入るとゴミ問題は社会問題としてクローズアップされるようになりました。このような状況の中、羽村市ではゴミの減量とリサイクルに取り組んできました。また市では市民、事業者、行政機関などそれぞれの立場の15人で構成する羽村市廃棄物減量等推進審議会が組織され、ゴミ収集のあり方について検討してきました。そして今回、ゴミ収集に関する収集区域および収集日等の見直しについての答申がなされました。やっとみんなの話は出来上がりましたので、よろしくお願いいたします。では大変お船をお借りいたしまして、答申の趣旨を十分ですね、尊重しながら一生懸命努力してまいりたいと思いますので、くれぐれも今後ともご指導いただきたいと思います。はい、大変どうもありがとうございました。どうもよろしく、どうぞお願いします。答申の内容は大きく3つに分けられています。最初はゴミ収集区域の見直しについてです。今のゴミ収集区域は昭和58年に作られたものである。その後の人口の増加や排出されるゴミ質の変化などにより収集区域の見直しが必要である。2つ目は資源ゴミ収集の向上と収集品目の充実についてです。燃やせないゴミは週に1回、資源ゴミは区域ごとに収集日を定めて月2回の収集を行っている。しかし資源ゴミの収集回数が少ないことと区域ごとによる収集日が定着しにくいことなどから、燃やせないゴミの中に缶や瓶などの資源ゴミが混ざっている。そこで収集区域と収集回数の見直しを行い、資源回収の向上を図る必要がある。またペットボトル、発泡スチロールトレイについては平成8年4月から稼働する新しいリサイクルセンターと合わせて各集積所での分別収集を検討すべきである。最後は粗大ごみ収集方法の充実についてです。粗大ごみは持ち込みと市からの回収という2つの方法で処理を行っている。しかし希望者が多く、申し込みから回収までに相当の時間を要している。回収するまでの時間短縮をする必要があるが、一方では安易なごみの排出を助長する面も否定できないため、実情を踏まえた収集回数の見直しを検討する必要がある。市は今回の答申の結果を踏まえて、ゴミの減量化、資源化を念頭に、より地域の実情に合った施策を検討していく予定です。そして平成8年度稼働予定の新しいリサイクルセンターの運営と合わせて収集方法の見直しを検討していきたいと考えています。続いては身近なレポートのコーナーです。今の話にも出ていましたが、リサイクルを実践している人たちがいます。今回の身近なレポートは、羽村市手をつなぐ親の会が開いているリサイクルショップクレーンを取材しました。ここは富士見小学校正門前の緑ヶ丘1丁目にあるリサイクルショップクレヨンです。このお店は障害を持つ子どもたちの親で組織する羽村市手をつなぐ親の会が開いているもので、先月の4月11日にオープンしました。このお店では店番も会員自らが行っています。ここに勤める池上道夫さんも障害を持つ一人です。しかし池上さんは体のハンディを乗り越えて、今ではお店を切り盛りする中心的なメンバーの一人になりました。池上さんの一日は開店の準備から始まります。毎朝自分で店を開け、午前10時の開店に間に合うように店内の清掃や商品の陳列を行っていきます。こっち、お店隣まで出さない。
この店ちょうど開店して1ヶ月経ったわけですけれども、今の感想を聞かせてください。はい、雰囲気が明るくとても楽しい職場です。ずっとお客さんですとかね、お客さんの皆さんと応対されてますけれども、そういったところで何か感じたことなどはありますか？提供者がたくさん来てくださってありがたいと思ってます。およそ8坪の店内には品物が所狭しと並べられ、婦人服や子ども服などの衣類が100円から1000円という安い値段に設定されています。またお店の右側の壁はすべて古本で埋め尽くされ、その値段は定価の1割という安さです。このほか装飾品や小物類の品数も豊富で、どれも100円単位で販売されています。かなり品物が豊富に並んでいるわけなんですけども、こういった品物はどうやって手に入れてくるものなんでしょうか？親の会はもう20年ほど前からバザーとか資源回収とかやって、皆さんからいろいろと提供していただいてるんですけれども、で親の会の倉庫が市の資材置き場に一つね、6畳一間のあるんですけれども、そこにも入りきらなくなるほどいろいろ品物は提供されてるんですね。でここの品物っていうのも仕入れたものっていうのはほとんどなくて、まあ、仕入れたものといえばヒバレンの布巾とか、それからそこにあるソックスが他の作業所で作っているもので多少仕入れたものありますけれども、他のものは全部皆さんからの提供品です。で資源回収の時に出てきた古本もありますし、またこういうふうに常設してますと皆さんがお持ちくださるんですね。で皆さん無償でということで、委託販売しているものというのは一切ないんですね。全部皆さんからの提供品です。それだと提供者の方のちょっとね、今提供者の方が来てくださってるから、はい、ちょっと名簿下にノートない？じゃあこちらの結構ですので、ご住所とお名前とご住所お願いします。品物の提供者は多い時には1日に10人ほどがお店を訪れます。お店を開く以前は提供者があると自宅まで品物を引き取りに伺っていました。しかしお店を開いてからは提供者が都合の良い時に品物を持ち込んでくれるようになりました。あ、おはようございます。ご苦労様です。これからかわいいわね。そうですね。じゃあ一緒に入れてみますか。ですか。2000円お預かりします。はい、すみません。どうもすみません。はい、どうも。もう何度か利用されてますか？3回か4回ぐらいここへ来てみてます。子供の洋服なんか結構欲しいなと思って、うち女の子一人だから結局毎日こうやって買ってるような感じなんですね。だからここへ来ると結構いいものがあるから、子供さんのものとか自分のものを買いに来てます。そうですか。お店の雰囲気ですとか、まあ、品数などはどうでしょうか？結構ありますね、いろんなものがね。で結構利用ができますので、で中にも結構雰囲気もいいし、皆さん親切ですから結構利用させてます。このお店を開店したことによって手をつなぐ親の会の効果といいますか、何か変化はありましたでしょうか？私たち親の会の目標というのはやっぱり地域にこういうことを啓蒙していきたいと、地域啓蒙というのもあるんですよね。そういう意味でこの常設店を設けてやっていくということで、地域の皆様に親の会の存在を知っていただくと、それとあとはお母さん方がお当番として入るということでね、まあ今親の会の会員さん全部で85世帯あるんですけれども、そのお母さん方が少しずつまとまってくるかなと、そういう意味ではいいチャンスだったかなと思ってます。このお店を今後どのように活用していきたいと会長さんはお考えになりますでしょうか？
ここで古着とか古本を扱うことによってもう一度ね、今まで家に眠ってたものを日の目を当てるというか、ある家では必要じゃないものがある家にとってものすごく必要なものだということがあって、それも定価の10分の1ぐらいのお値段でだいたい買えるようなものなんですね。そういうことで品物をもう一回生かすと、リサイクルということでね、ここは一つの拠点にしたいなと思ってます。それから会の中の、ハンディを持つ人たちのことでですね、そういったことでもお店の活用というのは何かお考えになってますでしょうか。先ほどから、ご覧になってますけど、池上道夫さんという、お嬢さんが一人働いているんですけど、今一般就労して、それでもう一回 U ターンしてくるお子さんというのは結構多いんですよね。そしてもう一度一般就労させたいんだけれども、なかなかそういう場が今こういう不況の時ですしありませんよね。でかといってやっぱり作業所で働くのにはちょっとどうかなと思うようなお子さんたちって結構いるんですよね。そういう方たちがもう一度社会に出ていくためのここ準備期間というかね、ここでもう一回訓練し直すということも必要でしょうし、それができなくてここがずっと最後までの就労の場であってもいいと思いますし、そういう場にしていきたいなと思ってます。いずれにしろここで何人かの仲間たちに働いてもらえたらと思ってます。これからもこのお店を続けていきたいと思ってます。体にハンディのある人とその家族が文字通り手をつなぎ合って始めたリサイクルショップクレヨン。このお店はこれから地域の皆さんの温かい手に支えられながら地域に溶け込み、そして発展していくことでしょう。福祉バザーの店リサイクルショップクレヨンの開店時間は月曜日から土曜日までの午前10時から午後7時までです。古着や雑貨などリサイクル品の受付もお店の開いている時間に随時行っています。詳しくはリサイクルショップクレヨン電話 78-2575 までお問い合わせください。それでは続いての話題です。ちょっと前の話ですが、3月26日に日本の対象ごとのグループが中国の天津で演奏会を開きました。このグループは多摩地域を拠点に岩佐王政家元と大正ごとを楽しむ王政流の皆さん90人です。この演奏会には羽村市にお住まいの佐藤よし子さん、松沢道夫さん、石川敦子さん、伊藤敏子さんも参加しました。今回の演奏会では桜、工場の月など14曲を披露し、会場に訪れたおよそ1000人の観客から大喝采を浴びました。また天津市対外文化交流協会から今回参加した一人一人に文化施設団栄誉証書が贈られました。25日木曜日の老人お好み講座は午前10時からコミュニティセンターです。今回は稼働を行います。3種混合予防接種は午後1時40分から保健センターです。26日金曜日老人お好み講座は囲碁と将棋です。午前10時からコミュニティセンターで行います。27日土曜日ワンポイントレッスンは午後1時からスイミングセンターです。28日日曜日この日は春の市内一斉美化運動が市内全域で行われます。集めたゴミは午前9時までにあらかじめ定められた場所に出してください。花いっぱい運動ではサルビア、マリーゴールド、バーベナを10万2500本植える予定です。成人球技大会はこの日と6月4日に行います。会場はソフトボールが富士見公園と武蔵野公園、バレーボールはスポーツセンターです。29日月曜日3種混合予防接種は
午後1時40分から保健センターです。公共施設のお休みはご覧の通りです。30日火曜日、日本脳炎予防接種は午後1時40分から保健センターです。31日水曜日、ワクワク児童館はスーパードッチ大会を行います。参加したい人は当日中央児童館に集まってください。日本脳炎予防接種は午後1時40分から保健センターです。5月21日の休日診療は羽村総合診療所、電話 54-5420 です。休日純夜診療は福生市健康センター、電話 52-0099 です。休日歯科診療は中野歯科医院、電話 54-7053 です。続いては5月20日に開幕する都民体育大会春季大会に向けて行われた羽村市選手団結団式の話題です。今年で48回目を迎えた都民体育大会春季大会は羽村市としては4回目の出場となります。この大会は陸上競技や軟式野球、バレーボールのほか、ローラースケート、クレー射撃など28種目が行われ、羽村市からはソフトボール、サッカーなど14種目の競技に参加します。5月20日に開幕するこの都民体育大会、総勢232人の選手が羽村市の代表として熱戦を繰り広げることになっています。役員選手合計252名の選手団でございます。よろしくお願いいたします。この大会は東京都の住んでおる皆さんの各地域の代表として毎年行われている大会でございますので、地域の住民がスポーツを通じて都民の相互の交流を図るということが大きな目的ではないかと思っております。スポーツを通じての日頃の技術を試すいい機会という形で選手の皆さん非常に頑張っております。この都民体育大会ですが、日程の都合ですでに14日から試合が始まっている軟式野球は2回戦を突破しました。その他、平成4年度に初優勝したソフトボールや準優勝したサッカーなど、今年も羽村市代表選手団の活躍が期待されます。ところで奥村さんは母の日には何かプレゼントされたんですか？はい、私が選んだブラウスをプレゼントしました。あ、そうですか。それはお母さんも喜んだんじゃないですか？はい、そうですね。その母の日にちなんだ話題なんですが、市内ではこういう催しがありました。5月11日西児童館で母の日にお花を贈ろうと題したアレンジメントフラワー作りが行われました。これはいつもお世話になっているお母さんに手作りの花を贈って感謝の気持ちを伝えようと企画された教室です。指導は遊びクリエイターの住明子さんです。包装したヨーグルトの空き容器を使い、カーネーションをはじめ4種類の花で飾り付けます。華やかさよりもほのぼろとした温かさが伝わってきました。このフラワーアレンジメントの定員は30人、申し込みはすぐにいっぱいになるほどの人気でした。特にプレゼントを受け取るお母さんからの反響が多かったようです。それでくるっとしてこのところを指で押さえてください。こういう風にどういう風にいいでしょう、はい、こういう感じ見えません。後ろはこれの花はどうするの？これからお母さんにあげる。お母さんにあげる。あの母の日は今度の日曜だよね。あと5日か6日あるよね。それまでこの花どうするの？お母さんに見せるの？隠しておく。よく母の日にじゃあ渡すんだ。あの母の日に何て言って渡すのかな？おめでとうじゃなくてありがとう。母の日に渡しますか、それとも今日帰ってから渡しますか？
今日帰ってから渡します。母の日には何かこの花の他にお母さんにあげるものとか考えてますか？そんなに考えてない。はい、チーズ。お母さんありがとう。ふい。はい、どうもありがとうございました。母の日に合わせた手作り教室は初めての企画ということですが、児童館としては作り方のコツを覚えて家で自分でやってみるきっかけになればということでした。お子さんからカーネーションを受け取ったお母さんはさぞかし嬉しかったでしょうね。そうですね。続いてはシリーズでお送りしている家族介護教室です。今回は排泄のお世話4、トイレの介助、そのポイントです。憩いの里の大鷹です。今回は自宅のトイレとポータブルトイレについてお話しします。なんとかトイレまで移動できる場合はできるだけトイレで排泄するようにしましょう。これは下の世話だけにはなりたくないというお年寄りの気持ちを大切にするだけでなく、トイレまで行くことで体の機能を保つこともできるからです。トイレを使う場合、まず注意することはトイレまでの通路の安全の確保です。まず足元の注意です。座布団や冬場のこたつ布団、新聞やその他床にあるものは通路に置かないようにしましょう。また滑りやすい床や段差にも十分注意しましょう。それと捕まるところを作ることです。手すりをつけたり、あるいはテーブル、タンスなどの家具を利用して捕まるところを作りましょう。次に便器についてですが、しゃがむ動作はお年寄りにとってかなり大変な場合がありますので、できれば洋式便器が良いでしょう。和式便器に据え置くだけで洋式便器として使用できるものもあります。また電気で温める便座も快適です。今使っている便座に置くだけのシートタイプのものも便利です。トイレットペーパーがちぎりにくいときは押さえの部分に金属板を貼り付けて重くしたり、落とし紙を利用したりすると良いでしょう。またシャワートイレを利用するのも良いでしょう。選ぶときはお年寄りも使いやすいようなスイッチのものを選びましょう。高血圧の方や心臓病を持っている方にはトイレの温度差は大変危険になりますので、トイレの保温にも気をつけましょう。小さいストーブなどを使うことも有効です。便器に腰掛けたり立ち上がるときに手すりがあるととても楽です。工事をせずに簡単に取り付けられる手すりもあるので上手に活用しましょう。トイレまでの移動が難しい場合やトイレまで間に合わない場合はポータブルトイレを使いましょう。こちらがポータブルトイレです。このように蓋を開けると便座があります。それで便座を上げてこの蓋を取ると便器になります。と用を足すときはここに腰掛けて用を足していただきます。で、用を足し終わったらこれを取ってトイレに流せばいいわけです。で、またこうやって戻しておくと清潔です。便器を使うときは滑らないように敷物を敷きましょう。これは専用のマットですが、裏がこういうふうに滑らないようになっています。で、こういったものでなくても滑り止めのついたキッチンマットですとか、場合によってはあまり滑らないビニールのマットがあれば使うのもいいと思います。ポイントは滑らないことと、それから汚れても洗えるかすぐ拭き取れるかするものが良いです。ポータブルトイレに乗り移るときは何か掴まれるものがあると良いでしょう。ベッドの手すりや家具で構いません。これが市販されているポータブルトイレ専用の手すりです。組み立て式で簡単に作ることができます。ポータブルトイレは立ち上がれない場合にはこのようにまたがって使用することもできます。
お部屋で用を足すときはカーテン、ついたて、または家具の配置で周りから見えないように工夫いたしましょう。それから消臭剤を上手に使うのも大切なことです。こちらはポータブルトイレの中に入れておいて使うものです。それからこちらはスプレータイプのものです。こちらの消臭剤は尿器などにも使えます。それから換気にも十分注意いたしましょう。こちらは背もたれと肘当てがついたポータブルトイレです。座っていてかなり安定感があります。ここにペーパーホルダーもついています。これは暖房便座のついたポータブルトイレです。この他にシャワートイレのついたポータブルトイレ、それから脱臭機能がついたものもあります。拡張のポータブルトイレは蓋を閉じると椅子と変わりはありませんので、お部屋に置いても違和感がありません。こちらのトイレはベッドの高さに合わせることができます。立ち上がりが難しい方でも簡単に乗り移って用が足せます。ポータブルトイレには立ち上がりやすいように足の部分がくぼんだものもあります。購入するときは使いやすいものを選ぶようにしましょう。家のトイレでの注意点やポータブルトイレについてお話ししましたが、実際に用を足す方の体に合わせて考えることが必要です。どんなものがあるのか、どのようにしたらよいのか、困ったときは憩いの里の方にご相談ください。それでは最後の話題です。羽村市郷土博物館では今、市民の皆さんが撮影した野鳥の写真展を開いています。羽村市内には個人で調査や研究をして貴重な資料や情報を持っている人たちがたくさんいます。羽村市郷土博物館ではその貴重な資料や情報をより多くの人に見てもらおうと、昨年から私のコレクション展を開いています。そして今回の野鳥の写真展でも、市民の皆さんから寄せられた数多くの貴重な写真が展示されています。この写真展では、あまり見ることも少なくなった羽村市の鳥でもあるアオバズクや、飛ぶ宝石と呼ばれるカワセミ、多摩川や丘陵部を中心に、今でも羽村で見ることのできるセグロセキレイ、ジョウビタキなどおよそ50点が展示されています。私のコレクション展2、市民が撮る野鳥は6月4日まで羽村市郷土博物館で開いています。愛鳥週間は16日で終わったんですけども、やはり野鳥が住めて、そして野鳥と共存できる環境っていうのが私たち人間にとって住みやすい環境と言えるんじゃないですかね。そうですね。私も市の鳥がアオバズクだということは知ってたんですけれども、はい、実際に見たことはないんです、はい、でも鳥のさえずる声やその姿というのは私たちの心を和ませてくれるものがありますから、機会があればぜひアオバズクを見てみたいと思っています。そうですね、はい、私も見たことないんで一度見てみたいと思います、はい、これからも野鳥の住める環境を私たちが守っていきたいものです。それではこれで今週のテレビ羽村を終わります。失礼します。